9対2とリードしました。8回に隔離登板、そしてバッターボックスは元木です。さあ西本さん、楽しみなピッチャーが甲子園見られますね。楽しみの持てるそういうピッチャーだと思いますね。1軍での登板が昨日に続いて今日が2試合目になります。バルセロナオリンピックでは日本を苦しめました。ジーナリストです。今日もまた三振の立ち上がり、さあご覧いただきましょう。右バッターの青少しズバッと来るときにはかなり意識してですね、放ってると思いますね。高めのボール球となんてお願いしたんですが、もう投げ終わってからにしてちょうだいと、息子の投球にもう夢中だという感じですね。代打の余剰ですが、とまとまりましたね。さあ川合、オープン戦の時もね、1試合1試合少しずつ力をつけていけば必ずチャンスは来るんだと語っていた隔離。142球、150キロのストレートも投げることができますが、トゥーナスイング追い込んで141キロです。球のような感じしますね。はい、2エンド1から次の球ですが、どうか、ヒットになった。一塁を蹴って、使ってる力っていうのは上半身の力を非常にたくさん使ってると思いますね。はい、こういうハイク2ボール、左バッターボックス吉村、今日はまだヒットはありませんが、ここは速いボール抜けていった、右中間、セカンドランナーの川合は三塁を回る、隔離1点を取られました。はい、それは何だって言えばね、やっぱりそのコントロールのどこへ投げるというね、最後の打数4安打の原です。これは左に切れていきます。大きく大きく左に切れ、ワインドワン、これは変化球でした。レフトが下がるが、さあその前にバーフィールドがいます。いますけどもね、しかしやっぱりモスビー、バーフィールドあたりがね、はい、改正の薬になってですね、練習は行ってるんですね。週明けのヤクルト戦あたりからモスビーの方も復帰しそうですが、1年経って星稜高校からジャイアンツに入って、松井が甲子園に帰ってきました。松井の方はホームランを打ってから18打席ヒットはありませんが、爪、何を待ちますか。松井、外角の球でした。さあ2エンド1です。空振り三振、こういう荒さというものはね、なかなか抜けないですね。名古屋球場は川又のタイムアウト、あと1人コールが巻き起こっています。駒田が左バッターボックス、マウンド上には8球1コールに変わります。阪神甲子園球場、背番号20、隔離、空振り三振。